日本近畿地方大阪府大阪市宮古島区、東野田町東野田町は、大阪府大阪市宮古島区にある町名。現行行政地名は、東野田町1丁目から、東野田町5丁目。また、国道1号と大阪市道赤川天王寺線が、交わる交差点名でもある。大阪市宮古島区の南部に位置する。南は片町、西は網島町、中野町、 北は、宮古島南、通、宮古島中通り、東は、上東区、の江、かと、それぞれ接する。地内には、京阪電気鉄道の京橋駅があり、京阪モールやコムズガーデンなどの商業施設が、多数うううあり、繁華街として形成されている。元は、東成郡野田村の一部。1897年の大阪市第一次、地域拡張の際、 西成郡の田村も同時に大阪市北区へ編入となったため、東方は北区東成の田となり、1900年に北区東野田町となった。1943年に新設の宮古島区へ転属。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、宮古島区の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。京橋グランシャトービルコムズガーデンキキ京橋。 大阪府大阪市宮古島区の町邸、朝一覧、人口統計ラボ、2019年10月20日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧、AB、東野田町の郵便番号、日本郵便、2019年8月15日閲覧、市外局番の一覧、総務省、 2019年6月24日閲覧。宮古島区の豆知識。宮古島 .com。2018年9月4日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数町長,長、あざと、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く。 男女別人口及び世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日へ閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び世帯数町長、あざと、総務省統計局、2019年8月16日へ閲覧。宮古島区小学校一覧。大阪市。 2019年10月22日閲覧。宮古島区中学校一覧。大阪市。2019年10月22日閲覧。平成28年経済センサス。マイナス活動調査。事業所に関する集計産業横断的。集計都道府県別結果。総務省統計局。2019年10月23日閲覧。郵便番号も2018年度版。 日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます。